市高倉良生でございます。そして今日まで12年間全力で河川の対策を進め、安全が大きく向上しております。そして私どもの住むこの中野は木造住宅の密集地域が広がっております。いざ震災が発生をしたときには、災害が発生しますと燃え広がってしまう、そうした危険性が指摘をされております。私はいざというときに多くの区民の皆様が避難をすることができる安全な場所を中野区内の各所に確保しなければならない、こうした信念のもと、公明党の中野区議団のメンバーとともに取り組みを進めてまいりまして、今この向こうに中野区役所がありますけれども、その西側には防災公園を中心とする四季の森公園が誕生し、また区の北部にも南部にも防災公園を実現をすることができたわけでございまして、今後とも私は東京の安全安心のために全力を挙げて頑張っていく決意でございます。冒頭申し上げましたとおり、これから私は小池東京都知事と力を合わせてタッグを組んで東京都政の改革を全力で進めてまいりますので、皆様よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。地元中野区選出高倉良生都議会議員よりお伝えをさせていただきました。続きまして高倉良生の応援に大変お忙しい中駆けつけていただきました小池百合子東京都知事よりご挨拶をいただきます。ありがとうございます。中野駅頭の皆さん、こんにちは。東京都知事小池百合子でございます。よろしくお願いいたします。昨日は緑の日、そして今日は子どもの日、ゴールデンウィークの真っ最中、私は昨日今日と東京大改革を支えいただいている、そして共に進めていく公明党の皆さんの応援に入らせていただいております。この中野区においては、高倉良生さん、現職都議3期目でございます。そしてこれまでも区議を2期重ねて、もう中野のことなら全部知ってますよという高倉さん、都政を改革するにおいても、私は公明党の都議団の皆さんの真っ先に東京大改革とは何ぞやということをすぐに察知して、理解して、共に歩んでくれた、私はこれほど東京大改革の要は公明党だということを明言をさせていただかなければならない、そう思ってきたわけでございます。改革改革ってみんな言うんですよ。なんだけれども、本物の改革となんちゃって改革っていうのがあるんですね。私はね、素晴らしいこの東京、人も物もお金も情報も全部集まってる日本の首都、この東京をもっと磨くことができる。そしてこれまで都政にあんまり関心が向かなかった、いや知らされてこなかった、だけどこんな問題がある、こんな課題がある、こんな無駄遣いがある、誰がどこで何を決めてるのかさっぱりわからない、そこに光を当てる、そのために私は昨年の7月の都知事選立候補をいたしまして、就任後もはやもう9ヶ月が経ったわけでございます。一歩ずつ進めてまいりました。そしてその最初の一歩こそが、今高倉議員がおっしゃいましたように、私自身が決めることとして、私自身でできることとして、知事報酬をスパーンと半分にしてしまう、2900万円ぐらい、これを1450万円にします。まず改革改革といって、あちこちを変えていくためには自らを変えなくちゃダメでしょう、改より始めようでしょう、そう思ったんですね。でも都知事がね、お給料半分でいいですと言ってもね、それは実現しないんです。言っただけになるんです。それは都議会の方できちんと条例でこの都議の都知事の報酬を半分にするということをお認めいただかなければならないということでありました。
公明党もスパーンとそこは賛成してくれて、さあその次どうなったかというと2900万から1450万になったけれども、都議の皆さんの方が1700万を超える、まあ、報酬ということだったんですね。同じ都民に選ばれた知事と都議なんです。そこで報酬に差があっていいのか、つまり都議会も改革をしなくちゃダメでしょうという、そのメッセージが伝わった。いえ、そのことをしっかりと最初に真剣に受け止めて、そうだと、都知事と一緒にこの東京を議会の方も改革をしていこうと、その先頭を突っ走っていただいたのが公明党都議団の皆さん、そして高倉良政さんでした。まあデフレの世の中ね、お給料の下げ競争をやっていてはダメです。でもこれは話が違います。都民の皆さんの税金で私たち報酬いただいているわけなんですから、もっともっとチェックをしていかなければならないところはたくさんある。その皮切りとして都知事、その報酬を半分に、そして結局公明党の皆さんの素晴らしいリーダーシップで報酬は2割削減、政務活動費っていうのは月60万だったのを削りましたね、はい、50万円、はい、10万円下がって50万円。それから私次がポイントだと思うんですよ。収支報告書、それから領収書の類、これをネットで公開しますというのがついてたんですね。お、すごいと思いましたよ皆さん。その他もろもろ合わせますとね、1700万円だったのが1370万円に収入激減。でもやる気は増大。私は改革を進める上で都知事ばっかりがバーッと前に突き進んでいっても、都議会の方でブレーキがかかるようなことになっては困るんですよ。ポイントポイントでチェックして、まあ、チェックすることが議会の最大の役目でありますけれども、いやこれはやりすぎとか、ここはおかしいとか、そのことを追及してくれる、それはまさしく議会の役目だと思うんですが、あまりにも前へ進む、都民のために前に進むことにブレーキをかける勢力が大きいと、結局都民の皆さんに不利益になると私はそう思うんです。いかがでしょうか。私はぜひこの情報公開を一丁目一番地とする東京大改革を進めていきたい。2020年のオリンピック・パラリンピックまでになすべきこと、子育て、介護、教育、何よりもオリンピック・パラリンピック、そして豊洲・築地問題もそうであります。しっかりと皆さんに見える形で物事を進めていきたい、こう思っております。そのためのパートナーとして公明党都議団、そして東京大改革に賛同、心から賛同してくれる仲間が欲しい。都議選は、今回の都議選はまさしく東京 大改革をスピードアップするのか、それとも後ろへじり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 と後退して既得権を守ろうという、そういう勢力の方を強めるのか、皆さんの判断が示される絶好のチャンスではないでしょうか。今回私はいくつも政策を掲げ、そして今一つ一つそれを実行しているところでありますが、何よりも私は格差、段差をなくしたいと思っていますよ。段差、その皆さんのところの歩道のところもちょっとした段差があるだけで、これ一応2センチ高くないとダメなのね、なんですけれども、でもほんのちょっとの段差で車椅子の方、障害のある方、行こうと思っても行けない、転んじゃう、そんな街の段差を、2020年の東京大会はオリンピックとパラリンピックです。パラリンピックの成功こそ2020年東京大会の成功だと思っていますし、これを機会に私は公明党の皆さんとともにこの東京から段差をなくしたいと、このように思っております。
もう一つの格差、それは教育を受ける機会の格差であります。家庭の収入が少ない、そして中学までは義務教育でありますけれども、高校、都立の高校ありますね、そして私立の高校、私立の高校が多いというのが東京の特徴であります。そして私立のこの授業料っていうのは一般的に都立高校と比べて3倍、4倍するんですね。もっとするところもあるかもしれません。しかしこの私立の高校に家庭の事情で行けなくなってしまう、途中で辞めちゃうかもしれない、いやそもそも受験さえできない、そんな子どもたちがそのままでいいんでしょうか。東京の宝物、日本の資源、それは人、人間ではありませんか。その人間の力を磨いていくことは、これは教育の力、それを経済環境の差によって受けることができない、もったいない力がそのまま埋もれてしまっては、それこそ東京がもったいない。そして公明党の都議団からのご提案がございました。私立の高校の授業料無償化、事実上の無償化をしていきましょうというご提案でありました。いろいろと議論も重ね、そしてこれには財政支出も伴います。合計すれば80億円ボーンと積み増しをいたしまして、そして私立の高校の授業料の無償化、年収760万円未満の家庭のお子さんの授業料は無償化することになり、この4月1日からすでに開始をされたのでございます。町の段差をなくす、教育の格差をなくしていく、私はこれまでも生活者ファースト、そして都政をしっかり都民の皆さんと共に進めてき、また大衆と共に歩んでこられた公明党と歩調を合わせながら、都民を第一に考える都政にしていきたい、そう思っております。いかがでしょうか。また公明党さんからのさまざまなご提案にも加えまして、私はメリハリの効いた予算作りを平成29年度の予算に計上いたしまして成立をいたしました。特に子育て予算であります。待機児童問題、この中野区も多くの問題を抱えておられます。これからもっともっと都立の公園などを活用して、そしてその子育てが安心してできる、そんな場所を確保していきたい。特に高倉先生はですね、産後ドゥーラという活動、これを一生懸命後支えをしてこられ、後ろを支えてこられました。産後ドゥーラっていうのは、子どもさんを出産された後、お母さんたちがいろんな、鬱を抱えたりですね、それから困った時にどうしていいか分からない、実家のお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんは東京にはいない、相談するところがない、そんなことを助けるためのそういう人、産後ドゥーラと言っています。この産後ドゥーラを支えてこられたのが高倉良生さんであります。人の命を大事にするという点では防災が最たるものだと思います。今もお話ございましたけれども、ここからあの建物の向こう、ビルの向こう側ですよね、中野四季の森公園、これを確保するにも大変奔走されたのも高倉さんだと伺っております。これによって1万5000人が避難できるようになる、そして今プラットフォームでお聞きになっている皆様もいらっしゃると思いますが、これで帰宅困難者の方々をそこに収容することもできる、3日間は確保できる、ちゃんとお世話できるように食品もしっかりと、それから毛布などのそういう防災の用具なども都として区と連携しながら、もちろん国との連携で行っていき、これによって皆さんの安心安全を確保してまいります。私も阪神大震災の真っ只中にいました。いざ災害が起こってみますと、本当
ともに何が起こるかわからないというか、予定されていたはずなのに、ちゃんと準備されていたはずなのにできないことって結構あるんですね。私は考えられないことも考えつつ、そして皆さん、都民の皆さん、1360万人の皆さんの命をしっかり守っていく。中野については木造密集地域もまだまだございます。電柱の無電柱化もこれによって町の景観を良くするということだけでなくて、いざとなった時には電柱が倒れて、そして救急車や消防車、自衛隊の車、警察の車、救援に入れなかった、そんな場所神戸でたくさんありましたよね。だからこそ私は無電柱化一緒に進めていきたいと思っています。そして高倉さんは人の命を守るというだけではございません。ペットの命も守っていかなくちゃということで、都議会公明党の動物との共生を進めるプロジェクトチームの座長を務めてらっしゃるんですね。私もペットの殺処分ゼロを目指すということで、今しっかりと都庁の担当者にこのことはぜひ実現したい、今数はかなり減ってきています。そして里親を探す、例えば特養などの高齢者のいらっしゃるところには一匹ワンちゃんや猫ちゃんがいるだけで随分癒しにつながるんですね。いろんな工夫をすべきであります。人の命も動物の命もしっかり守っていくというこの高倉さん、ぜひ今3期目でございますが4期目への挑戦、ぜひとも次の熱い熱い戦いにおいて勝ち抜いてほしい。それはひとえに東京大改革を前へ進めるためでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。一つ加えさせてください。今プラットフォームでお聞きの皆さんも、そしてここにお集いの皆さんも、満員電車にはご苦労された方が多いと思います。私はクールビズを始めました。環境大臣でしたけれども、次のビズは何かというと時差ビズというのを始めます。時差で満員電車でみんな同じ時間に同じ出社時間にめがけていくから満員電車になるので、これをですねフレックスタイムの導入であるとか、それから駅の周りにですねそれぞれ今鉄道会社のご協力を得て、サテライトオフィスのようなものを作っていただいて、少し数時間にまでそこでお仕事をしていただく、一種のテレワークというものであります。これをすることによってですね満員電車少しでも緩和していく、そしてそれによってお仕事の生産性を上げていくということでないと、満員電車には揺られるわ、過労死という言葉が使われるように長時間労働でヘトヘトになるわ、ただ長く働けば日本が輝いた時代は終わっているんです。むしろ効率よく働いて知恵を使って勝負しないと、この日本いつの間にかロボット大国だ AE 大国だと言ってそっちの方に労働を取られてしまいますよ。先ほどの高校生の教育の話もそう、私は東京をさらに輝かしていくためにはやっぱり一人一人が輝けるそんな環境を作ることが一番大事だとこう思っています。時差ビズ快適通勤キャンペーン、今年は7月11日から24日まで試行的に行います。7月24日これちょっとポイント分かる？これはね2020年の東京大会の開会式は7月24日なんです。7月24日、今から頭の中に刻み込んでください。テレワークというお家でも育児をしながら介護をしながら仕事ができるというそういうやり方、これを定着させるとオリンピックやパラリンピックの時、特にオリンピックの時、満員の電車、いつものように通勤ラッシュ、道路もラッシュ、これではなかなか大会は交通の確保ということは難しくなる。
今からテレワークというのを定着させていくことによって、実はこれは東京大会の成功にもつながるということであります。ちょっとした知恵を使うだけで、私は日本の省エネ対策、地球温暖化対策を全国的に一気に広めることができました。クールビズ、そして今度は時差ビズ、これを皆さんのご協力を得て進めることで、日本の働き方、東京の働き方を変えていきたい。いつも人にこそ目線を合わせて、都民と目線を合わせて、都民が決める、都民が進める都政、これこそが東京大改革の都政でございます。庶民と共に進んでこられた、生活者と共に進んでこられた公明党の皆さんと、ぜひとも東京大改革加速させてください。後ずさりさせないでください。一歩一歩前へ進ませてください。どうぞこの都議選、大事な大事な選挙、高倉良政さん頑張っていただきましょう。よろしくお願いいたします。